第11レース1着西山隆弘選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。早速ですけど、なかなか景気のいいものを着てらっしゃいますね。そうなんですよ、いただきました、ありがとうございます。南海ホークス、まあ、ギリギリ大英世代なんですけどね。南海ですか。そうです、はい、まあ、プレゼントだったんですね。そうです、これは誕生日プレゼントにたくさんいただきました、ありがとうございます。そうなんですね、はい。そのですから36歳初一着ということになりましたんで、はい、その見事な映像を見てまいりましょう、はい、まずはですね、はい、DVD に焼いてから皆さんにプレゼントしますごめんなさい、そういう予定はないですよね。いいスタートです。いいスタートですよ、はい。まあ、もうある程度このぐらいかなっていう感じでしたか。もう、はい、ゼロ台は行きたいなと思ってました。素晴らしい、はい。で実際船橋はじゃあやっぱきついんですか。きついっすね。旬って言ったらそんなに悪くないと思うんですけど、うん、レースに行くともう進まないんですよね。はい、これもすんなり逃げたかなと思いきや、はい、そこから追いつかれるんですよね。この辺ですね、はい。これはもう小敷かぶりの分ですね僕の方勝ちですね。で、まあ、ここで振り切っていくということでもありましたけれども、はい、まあそれでもここで一着最後に予選ラストですから、はい、ここで取らないとこのインタビュールームここで取らないとここでもう喋るとこないんですから。最近レバー握るよりマイク握る仕事の方が多いんですからコロナが明けて嬉しいことですよ本当。そうですね、はい、あの今ね喋るという意味ではあの元東京支部の熊谷直樹選手も今日は場内で喋、はい、ってるんですか。喋ってますから。あ、僕が知ってる熊は喋らない熊ばっかりですけどし熊って喋るんですね熊谷さんね、はい。いやもう今引退されてそうですよ、はい、スーツあの来てからおられたんで、あ、そうですね、はい、今度一緒にあのコラボお願いしますね。あのなんかちょっといっぱいプレゼントもらったみたいです。ありがとうございますね、はい。ゆかみ大地くん、つつみそうまくん、すごいおめでとうございます。遠坂りくくん、ありがとうございます。おめでとうございます。全員男いやめとこう、かわいい男の方ですよ。ありがとうございます。あの相変わらずそういったね、あの男臭い人気も、あの将来的には男臭い、もう選手になるまで、うん、あのね、選手になりたいらしいです。あ、そうですね、はい、4歳おらんかもしれん。一緒に走りましょう。この業界でもおらんかもしれん。一緒に走りましょう。4歳でもね、あのそういう夢を与える仕事でもありますんで、西山選手としてもね、はい、明日以降もレースの方でもまた見せていただきたいなと。そうですね、もう、はい、あとは応援に参ります。いや頑張れ森高一馬、斉藤ジェン、須藤博道、あと会長そうですね、はい。じゃあファンの皆様にも最後一言いただきましょうか。あ、まだ誕生日プレゼントを受け付けております。あのこちらの宛先までどんどんお願いします。出てないですけれども、出しなさいよ。後ほどね、もしかしたらあのレジャーチャンネルとかでは出てるかもしれませんが、ごめんなさい、多分出てないと思いますが、ぜひともね明日も以降、はい、はい、頑張ります、というふうに思います。西山隆弘選手でございました、はい、本当に一着おめでとうございました。ありがとうございました。